今回、上田平和映画祭ということで、平和について世代間幅広くみんなで話ができたらなと思ってこの企画をさせていただきました。で、カンタティモールと今見ていただいたオロとモーモチェンガという作品上演したんですけれども、本当に僕らの知らない現実が世界にはあって、それをみんながちょっと感じて、それで自分たちの生活がどうつながっているかとか、そういうことを感じていただけたらと思い企画しました。平和っていうのは本当にみんなが望むものだと思うんですが、今そこからどうしても遠く離れてしまっているような気がして、そこを本当に私たちが考えていかないといけないなと思うところであります。で、今回こうやって上田の街を巻き込んで街中企画ってことで、ルヴァンで写真を展示させていただいたり、ハルタで雑貨を置いてもらったり、あと言葉屋さんで書籍扱ってもらったりとか、あとマフラージュさんでコーヒー出していただいたりとか、そのようなつながりが上田にはすごいあって、そういうことが本当にこれから地域を作っていく可能性じゃないかなと思ってますので、また今日集まった皆さんもぜひつながっていただいて、楽しい未来を作っていかれたらなと思ってます。本当にありがとうございます。そして今日はオロのプロデューサーの大島さんが見えてくださってますので、ちょっとお話を伺ってみたいと思います。では大島さん、よろしくお願いします。今日はオロを見てくださってありがとうございます。本来であれば本当に2012年の12月にここでオロを上演させていただいたんですけれども、その時は岩佐久彌監督ですね、監督がいらっしゃって、でこの古い映画館でお客さんがいっぱいになって、すごく楽しんで、上田のこう思い出にしていたんですけれども、でその時に今の実行委員長の直井康彦さんと、それから、奥様のめぐみさんですね、と約束をしたらしくて、カンタティモールと、オロと、一緒に上映できたらいいねと言っていたんです。でそれがこのように、モーモチェンガの上映まで含めて実現できたんですが、残念ながら岩佐監督は去年の5月4日に亡くなられました。本当に残念なんですけれども、岩佐さんはもう生きてらっしゃるというか、生前から神様みたいな人だったんですね。だからきっと神様になってこの辺に一緒に僕と一緒に来てると思うんですけれども、こういうことを実現して、いただいた本当に上田の実行委員会の皆様にお礼を申し上げます。ありがとうございました。で、オロを上映するとですね、まず最初に最初というかよく来る質問が、オロはその後どうしてるんですかって、聞かれるんですね。でオロはチベット子ども村で、元気に学んでおります。で、映画の中ではクラスで4番とか5番とか言ってましたけども、去年確認したら2番になったそうですまだ1番じゃないんですね。それで将来何になりたいのって言ったら、お医者さんになりたいということで、元気に頑張ってます。で去年湯浅監督が亡くなって、オロにもそれを知らせました。ではオロからビデオでメッセージが来ました。で岩佐監督のお別れの会というのをやったんですが、その時に、流した、14歳になった、オロの姿をまず皆さんに、見ていただこうと思います。ご準備様としてましたよ。こんにちは。岩佐監督に何時で行くのか、何時でしょうか。今朝にもらったもんはさ、그래서이제는정말로상당히우리인사뭔가를더힘을얻는데근데이런유튜브가그런식으로이게나중에변화가또계속자주먹고라고변화시나늘고민중인분이었는데이제는잘알았어야돼근데우리도상하기다독수리형들이시니까잘안하면되지오로됐다本当に男前になっちゃって、本当に何て言うのかな、この映像を見ても分かりますけれども、私たちが
オロオロっていうよりこの映画の主人公になる少年をダラムサラにチベット子ども村に、探しに行ったところから映画作りが始まるんですけれども、で岩佐久彌監督の映画の作り方っていうのをちょっとご説明したいんですが、キャスティングをするわけですね。オロと出会ったのが最初ではなくて、自分が作りたい映画のイメージが湧いてきて、それでそれから、どういう映画を作っていくかっていうところでキャスティングをして主人公を選んでいったんですね。でドキュメンタリーっていうと普通その人たちと出会ってこの人撮りたい、あるいはこの問題を撮ってみたい、こういうことを撮ってみたいっていうところから始まると思うんですけども、岩佐は当然チベットが好きでモモチェンガンも作ってますし、チベットの映画を撮りたいとは思っていたと思うんですけれども、少年を主人公にしてっていうのは2008年の北京オリンピックの時にやっぱりチベットの、人たちが非常に苦しい立場に立たされて、日本でもチベットへの関心が一番高まった時期だと思うんですけれども、その時に日本に、雪の下の炎という本を書いたり映画にもなったパルテンギャソという、老いたお坊さんがね来たんです。でその講演を岩瀬さんが聞きに行って、でパルテンギャソさんがやっぱり自分の、中国の、牢獄に捕らえられていたこととか、それから、ダラムサラに亡命して、それで、やっぱりチベットを我々のものにしていくためにどうしたらいいかみたいなお話を、されてたらしいです。で岩瀬さんはその講演会に行っていて、パルテンギャツオ、これは岩瀬さん流の言い方なんですけれども、パルテンギャツオの横に少年の姿がぼーっと浮かんできたと。で、今やっぱり少年、チベットの少年たちはどうして、子どもたちはどうしているんだろうと、そういう映画を撮りたいということで、少年の映画、少年を主人公にした映画を発想したようです。で僕はその後プロデューサーをお願いされて、一緒に作り始めたもんですから、その岩瀬さんが最初に発想した現場にはいなかったんですけれども、で、オロを探しに行って、それでこの少年オロが選ばれて、で、映画作りが始まりました。で僕はプロデューサーで、なおかつこの映画の編集もしたんですけれども、作りながらこれって一体どういう映画になっていくんだろうというふうに、岩瀬さんと一緒にずっと考えていました。でドキュメンタリーなんだけれども、その何がドキュメンタリーなのかなと。でチベットの今起きている問題とか、そういうことを直接描くのではなくて、最後にこの映画の中でオロが監督に何で映画を撮るんですかって言って、監督が答えるとオロがありがとうって、返事をするシーンがあるんですけれども、オロと一緒にですね、共同作業で映画を作りながらオロが変わっていくっていうのかな、オロのなんか内面がだん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 見えてくる。でその瞬間を僕も現地に行って一緒に作りながら体験したんですね。で、この映画は最初からシナリオだったりとかそういうのは全くなくて、終わってからですね100時間ぐらいの、映像がたまったんですけれども、それをどうやって編集しようという時にシナリオを作っていったっていうところがあります。で、なんていうのか、そのオロの内面がどう出てくるか、でなおかつチベットの問題を当然描いていくんですけれども、それはチベットの特殊な事情もありますけれども、やはり誰にも当てはまる、ものもその中には当然普遍的なテーマがあるだろうと。でそれは今回上田平和映画祭というふうに、名前をつけて、で平和という、テーマでやっていますね。で日本は一見ずっと、戦後は平和できました。でも逆に平和を忘れている国じゃないかなと思うんですね。で、チベットの人たち、特に亡命社会ですねとか、今回
一緒に上映されたカンタティモール、東ティモールのこととか、見ますとやっぱり平和ではない、人たちの方が平和を求めてるし、平和ってなんだっていうことをよくこう体に染み込んで分かってるんじゃないかなと。でまず一つはそういうことを、特に日本の観客の人に伝えられる映画にしたいというのがあのテーマでした。でもう一つはやっぱりあの、カンタティモールもそうだしオールもそうなんですけど、子どもたちをあの中心に据えて、まあ、カンタティモールは X とか、ね、そういう人たちもいますけれども、あの子どもたちにそういうあの目線を、ね、合わせていくっていう時に、やっぱりそこでじゃあどんな国に生まれてもどんな時代に生まれても、やっぱり子どもたちが希望を持てるような、形ですね、がそこの、中になければ、どんなに豊かになってもどんなに金持ちになっても、それはあの人生終わってみた時にこんなことじゃなかったという社会なんじゃないかなと、チベットに行っていてすごく感じたんですね。でやはりその彼らがこう平和じゃない場所で生きている、でもそこから生まれてくるあの希望へのこうなんていうのかな、たくましい力っていいますか、でそういうものがちゃんと子どもたちにも、例えばチベットであればチベット子ども村っていうヒマラヤを越えて亡命してきた子どもたちをあのそこであのそういうことを教える、そういうたくましさを教えていく。でその中から今後どうなるか分かりません、あのチベットの、状況はですね、あのなんていうのかな、大問題としてはオバマ大統領とあのダライラマ法王が会談をしたりして、そういう政治的な動きが一方でありますけれども、亡命社会の人やあるいはあの中国の中にある、ふるさとチベットの人たちが希望を捨てずに日々暮らしていくことがやっぱり最終的には強さになっていくんじゃないかなと、この映画の中でもやっぱりそういうことを希求した感じですね。で、あのなんていうか、岩佐監督ともう一つあの映画を作りながらあの話したことは、岩佐久弥監督は10歳オロと同じ年齢の時に1945年の8月15日敗戦を迎えました。それで、敗戦になって、で日本があの社会がぐるっと変わりますね。でもやっぱりその変わっても大人たちは信用できなくて、それでこれからどうなっていくんだろうっていう気持ちがすごく岩佐少年の中にはあったようです。で今回10歳の少年を主人公にして映画を撮りたいというのも、当時の自分をチベットの少年の中に見たというところがあると言ってました。でそれはあのなんていうのかな、どういうことかというと、岩佐久弥監督は78歳で生涯を閉じたわけですけれども、岩佐さんの中にやっぱりこの国で生きていろんな、まあ、映画を撮ったりいろいろやってきましたけれども、彼自身じくじたる思いがあったようです。でそれは何かというと、例えば60年代70年代、中国の毛沢東主義みたいなものが日本でも非常に、もてはやされた時代がありました。で岩佐監督もやはりその社会主義ですねっていうものを肯定的に捉えた時期があったと。ただその時にチベットはどんどん同化政策でね、弾圧されていったということを全然知らなかった。でもう一つは、この国はどんどん高度成長で豊かになっていって、それで人々の暮らしが、リッチになっていった。で、岩佐さん監督に言わせると、自分もそれを享受してずっと生きてきた。で還暦を過ぎてチベットに初めて行った時に、その特に難民キャンプに行った時に、そこで懸命にね、自分の国を失って生きている人たちを見て、やっぱり戦後すぐに、岩瀬少年が感じたことに対して、やっぱりあの感じって間違ってなかったんだなということを
感じたと。だから逆に言えば、今この、まあ、景気が悪いとかいいとか、一喜一憂しながら、生きているこの国の、人たちに、やっぱりその夏、自分の中でやっぱり一番いい時代っていつだったろうなって考えると、10歳前後だったと。で、戦後すぐ希望を彼はなんか失いかけていくんですけれども、なんかやっぱりそういう自分が直感的に感じたチベットの人たちの持つ本当の人間らしいたくましい生き方みたいなことを描きたかったんじゃないかなと思います。で、今回の平和映画祭でカンタティモールとモモチェンガとオロを上映していただきましたけれども、共通するのはやっぱりそういうことじゃないかなと思うんですね。なので、なんて言ったらいいのかな、とにかく今日上田国際高校の人だったかな、平和っていうことをテーマにした詩を読んでくださって、僕は2名しか聞けなかったんですけれども、1人は学ぶっていう、やっぱり国際的なそんないろんなことが起きていることを我々私たちは知らないので、やっぱり学ばなきゃいけないということを語っておられました。で、もう1名はやっぱり自分たちは生まれた時からずっと、何もない平和な時代を生きてきたと。だから平和って何だろうっていうことがやっぱり分からなくなっている。ただ日々もう死ぬほど悩むこともあるし、いろんなことで苦しいこともある。ただそれを解決すれば平和なのかというような、こう日常の中から平和を見つめていくみたいな話をしている、方もいました。で、多分その日常の中から何かを考えていくっていうのが、このオロの映画もそうだしカンタティモールもそうなんですけども、すごく大事なんじゃないかなと。やっぱり生きていくっていうことは日々の暮らしですから、それなくが楽しくなければ、あるいは希望がなければやっぱり生きていけないわけで、なんかカンタティモールの東ティモールは独立しましたし、チベットは、高度な自治を求めて中国と交渉するというような状況なんですけれども、そういうなんか今で東ティモールの場合は独立してこれからどうなっていくかっていうところで、すごくいろんなことに巻き込まれていく危険性があるのをどういうふうに自分たちの、土地を守っていくかっていうことが次の戦いになると思うんですね。で、チベットの場合はやっぱりその中国とこの力関係もあるし、もうすでに国際政治に巻き込まれてますから、その中でダライラマ法王は今79歳になられましたけれども、もう時間との戦いになってますので、そこのところをどういうふうにこうオロみたいな子どもたちが引き継いでいけるかっていうところの戦いになっているような気がします。で、あとは僕はやっぱりすごくこうこの 2つとか3つの映画の中でもそうなんですけれども、やっぱり例えばオロで言うとモモチェンガっていうもう80歳ぐらいのおばあちゃんとオロが同じ話題でああいうふうにこう楽しい会話が交わせるわけですね。で、僕たちが生きているこの今の社会っていう現代社会ですねっていうのは、まあ湯浅監督が78歳で亡くなったわけですけども、人生70年で例えば100年前200年前のそのこの地球上のなんか700年分ぐらいの変化を体験しているのが現代社会じゃないかと思うんですね、加速度的に。で、なんかもうちょっとまあスローっていうとよくねスローフードとかいろいろ今あって、それも一つのテーマですけれども、もう少し本当に長い目でゆっくりといろんなことを考えていかないと、これはカンタティモールの中に出てきますけれども、最後その予言をする人が遠い人になっているよと、要するに、人類がだいぶ
未来少なくなる滅びるかもしれないっていうような予言をしていましたけれども、本当にそういうことになってしまうんじゃないかなと。でそれに加担しているのがやっぱり私たちじゃないかなというふうに思うんですね。だからオロもそうだし、カンタ・ティモールというティモールの人々を描いた映画もそうですけれども、こういう映画をやっぱり今届けたい、見てほしいというふうに思います。長くなりました。どうもありがとうございました。で今日はですね、松本に今住んでらっしゃるゲニャン・テンジンさん、チベットから来た方ですけれども、ゲニャンさんを、お呼びして、オロと全く同じような体験をした方なんですね。でその方が今日本にいて、勉強している、なぜそういうふうになっているのか、そんなことも、聞いてみたいと思います。音楽もやってくださいます。ゲニャンさんお願いします。椅子の方でゲニャンさんです。ちょっと喋ってる。皆さんはじめまして。今日は大江谷に来られてこういう機会をいただいたのは本当に嬉しいと思っています。私チベットで生まれ、インドを亡し、そして2010年に日本にやってきて今3年経ちました。ゲニャン・テンジンと申します。今日はよろしくお願いいたします。じゃあゲニーさんよろしくお願いします。はい、ゲニーさんと初めてお会いしたのは東京で、オロを公開した時に見に来てくださいましてね。それで、なんか本当にこの映画の中のオロと自分が重なって見えたっておっしゃってた。まずそのオロを見た時の、感想から伺いたいんですが。私も本当に一番最初見たのは東京で上映する時でした。岩瀬さんと一緒に見ました。その時に最初その時初めてチベットの映画見て自分も泣きました。なんでか言うとそっくり自分のことを書いてあるなと思いました。これであとなぜかこういうふうに思ったというと、私も自分から亡命して、そしてオロと同じく学校で勉強して、あとオロが家庭が長住んでいるホームもどこか全部分かっています。ホームナンバー15番ですね。15番です。だからオロの友達もみんな多分顔見たことあるけど、オロだけずっと見たことない。そうですね。 あとこの映画私何思うと、皆さんが見ていると私が見て多分面白さが違うなと思います。どういうところが。なぜなら例えば映画のシーンの中にオロがモモチェンガのところに会いに行った時、モモを作っている時にその2人の女の子がオロに聞きますね。どうやって行きましたか、その時オロがオロのアクション見ていると、映画の中にはあんまり詳しく言わないけどね、こうやってきました、こう歩いてきました、ごまかしてるの。そうそうだけ言っていましたけど、でも私が本当に言い過ぎるかもしれないけど、オロが何が言いたいとか分かりますね。だって自分も昔こういう聞かれる時に本当は言いたいけど、でも言ったら
辛くなっちゃうから痛くない。すぐ避けるんです。あ、自分が辛くなっちゃうのね。あんまり思い出したくないってこと。思い出したくないから俺も同じ。ああ、こうやってきました。これなんかわざと冗談に作って言うから、ああ、多分俺はこれ考えていたからこうやってるかなと思いました。でも聞いちゃうけど、はい、ゲンニーさんはどうやってヒマラヤを越えてきたんですか。私も3日間チベットから車で、その後歩いてヒマラヤ越えて15日間歩いて、その後ネパールに着いて、ネパール着いた途端から安心ですから、ここからチベット難民センターに受け入れてもらって、すぐバスに、ここからそのままデリの受けセンターに行って、デリからダムシャラに行って、そこで学校が決まるんです。はい、映画の中の三姉妹みたいにしつこく聞きますけど、辛い思いはしなかったんですか、この映画見て。いや、違う違う、ヒマラヤを越えるときに。これ今は本当に今言うと、なんか本当に正直に言うと辛いこと思ってないです。なぜなら自分は8歳時だから何もわからないです。ただ今もチベットから出たこともないし、ただこれ冒険みたいな感じで、でもみんなから、皆さんが本当に辛いと思っているよね。でも私正直にこと もし大人になっていけたら今絶対辛いと思うけど、今はあんまりないですね。なんか、はい、ネパール警察に捕まったぐらいですか。そうです、ね、夜中にネパール着いた途端にみんなやっと安心して、その時夜中だけど、その時こういう公務がたくさんあるところに着くと、みんな昼間休んで夜移動するんですよ、夜中に真っ暗の中。その時私たちの先に行っている人、誰かがなんか音ちょっと出ちゃって、犬わわわって、その後上からライトが来て、これでみんなあ逃げて、そうやってもさっきの海女さんたちは捕まれて、はい、じゃあみんな来ないと海女さんたちも捕まれてるからと言われて、みんな後で行ったら、夜中なんか空いている部屋に寝なさいと言われて、でもみんな逆にああよかったみたいになるなら、今までこういう暖かいところに寝てないから、15日間山の上部屋とかないから、逆に辛いも思うし、でも私が大人たちは多分すごい心配していると思うけど、私たちはもう逆にああ暖かいみたいな。そしてでも一番思うのは、朝起きてからここはチベットの方向で、こっちはインドの方向、だからこの警察が僕でみんな起こしてこっちから行けみたいに、その時みんなはすごい泣いて、ああどうしようとか、今まで歩いてきてここ着いてもう食べ物も全部なくなって、今チベットに戻ってと言われたら行けないんですとか、ね、その時みんな言ってるのは、最初ネパールの警察より中国の警察方がいいで、なぜなら中国が捕まれたらもうすぐ車に入れて自分は歩けなくてもいい、送還されちゃうのね。そうそう、これだったらもっといいでけどみたいに、すごい悪口言って、でもこの警察がなんかみんな泣いたりこうやって、特に急に、うん、まだ読んでこっちこっちみたいななんかいじめてるみたいな。その後みんな喜んで、ありがとういいねとか、これすごい印象に残ってですね。チベット子供村で15歳までいたんですか。はい、子供村に8歳から、93年から2001年まで、8年から高校生、卒業まで。なるほどね。そうかそうか。チベット子供村ってこの中でも映画の中でもよく描かれてますけれども、実際にはどういう雰囲気なんですか。本当に学校というより自分の部屋、家みたいですね。本当になんかこんな学校は本当に僕でもないと思いますし、いいことだけじゃなくてシステムがすごいいいなと思いました。子供もみんなこういう両親とかいない子供だし、両親いるインド生まれの子供もいるし、だからみんな
例えばインド生まれの子供だったらお金とかもお使いとかもらえるし、それから来た人子供に誰も会いに来てくれない人の子供もいるから、でも学校の中はみんな教授です。まあ、こういうお金あっても持ってはいけないです。自分の両親がお金お使いあげたいのに、これ学校でなんか学校のバンクみたいにあってここに触れてみる、ここから自分が1週間に毎週金曜日にオルビとかジュルビ欲しいだったら先生くださいみたいに自分で持っておいて、こういう意味でみんな例えば私みたいな子供お金何もない子供に対してあつらい思いさせない、みんな同じ。これであと住む場所もホームナンバーで、ホームナンバー1から40まであるんです。ホームの中に子供30人くらいで男の女の子、子供の時私小さい子がだったら上の子一人一人担当いるんです。この人がシャワーする人だったら服を洗ったり、私の同じ前子供の時に私に誰かが見ている。でもその後私高校になった時に私が同じまだ新しくて小さい子供に私がという感じです。はい、大きな家族だよね。はい、でそこで音楽も学んだんですね。そうです。学校で冬休みが一番長いので2ヶ月間その時両親がいるとか親戚帰れる場所がいることみんな帰っちゃうから、でも誰もいないと子供残っているね。だから私もその中一人で残っている。いつもその時冬休みの時に子供も少ないから学校のご飯も美味しいですよ。もう楽しいです。布団ももう何枚着ても大丈夫。いっぱいある残ってるわ。それでその間遊びたいだったら遊ぶスケートみたいと自転車も配ってくれるし、楽器とか習いたいだったら全部入ってるから、そこで私初めてこの楽器マネにいて今までちょっと一緒に来ました。オロはね、お医者さんになりたいって今言ってる、実現するかどうかは彼の努力次第だと思うんですけども、ゲームさんは将来何になりたいとかそういうのあったの？どういうふうにこう子供村の中でやっぱり亡命してきてるわけじゃないですか。で自分の夢をどうやって育てていくのかなと思って。夢、本当に私の子供の頃に子供の時に誰どんな子供でもお医者さんですごいいい憧れと思っちゃうから、私も子供が私も医者の夢ありました。でも本当に医者はどれくらい難しいかわからないし、お金どれくらいかかるかわからないから、高校生になった時に大学行く時が来る時も心配で学院もないから、夢も変わるし自分の状況に合わせた夢で、今は何か思うと一番自分の学校できれば私は大学のお金 100% 学校からくれたので、これで学校のお化けで学んだことを無駄にしたくないなと、これは私の夢かな。で理学療法士の勉強をしたんですよね。で今信州大学で研究生としてやっぱり理学療法を学んでるんですよね。はい、で今こうやって日本に来て、で日本から逆に言えばインドネパールの亡命社会とか、あるいはもうちょっと全世界に、いろんなコミュニティが、チベットのコミュニティができてますよね。そういうのを日本から眺めたり、そうです、あるいはその、中国という国を眺めたりしてますよね。はい、そうです。でその時にゲンナムさんが一番こうなんていうのかな、外に出てみて、はい、どうチベットを見てるか、チベットをどうしていったらいいのかみたいなことを考えていらっしゃると思うんですけど、それはどういう思いがありますか？チベットを自分で、そうですね、私も、一番本当に本当はチベット人みんなに本当に一人一人に聞くとみんな独立を欲しい思っているね。でも亡命政府もダライ・ラマ法も独立望んでないよね。だから私も最近これちょっと理解
一つ自分でもちょっと勉強して、あ、これは本当にいいなと思いますね。自治区だけ独立選ぶ、どうせ独立になってもじゃあ中国と一切関係なしといけていけないから、みんなソサイティだからどうか関わっていくしかないから、これより友達になった方がいいなと思っています。だから一番言いたいのは、本当に私にも気がけられたことがあります。チベットのことを知らない人が、チベット人ですよ、あ、じゃあ中国人は大嫌いですよねとか言われたんです。逆にこれ、こういう聞かれた時に怒るとか全然なくて、あ、なんかチベット人が中国人を嫌いなわけじゃない、中国人は悪いじゃないからね、チベット人は中国人とチベット人が結婚していっぱいいるし、本当にチベット人より優しい中国人もいるし、だからチベット人みんなが中国人悪いとは思ってない。ただ中国の政府のシステムというか考え方がちょっと嫌な、だから中国人が悪いとは思ってないです、私自身も。だからできるだけ中国人の友達も作るように心をかけています。理解し話して理解してほしいな、うん、そうですね。でそうやってやっぱり語ったり、それから音楽をやったりして人と交わっていくっていうのかな、ちゃんと向き合っていくことで何か変わっていくかもしれませんね、うん、じゃあすいません、音楽の準備を。はい、はい、ありがとうございます。でやっぱり家山さんもそうだし、チベットの人や東ティモールの映画しか知りませんけれども、見ているとその許す文化と許さない文化というか、競い合う文化と競い合わない文化というか、なんか昔はね、左翼とか右翼とか言ってましたけれども、保守とか革新とか、今はなんか許す許さないか、あるいはやっぱり今の日本を見てるとどん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 いろんなことが狭くなっていってとんがってきてますよね。それに対してやっぱり広いっていう、広いって言ってもその広いっていうのは寛大の寛って書く広さですよね、がやっぱりどういうふうに社会を持てるかって、本当にチベットの人たちや東ティモールの今日僕見たんですけれども、またそういう人たちから学ばせてもらいますね、うん、じゃあすいません、演奏をお願いしたいんですが、カンタティモールの、撮影を担当しました、それでミュージシャンでもあります小向サダムさんにここで登場していただき、セッションをしていただきたいと思います。サダムさんお願いします。ここでね、2つのコラボレーションができるとまたいいよね。じゃあよろしくお願いします。じゃあ曲、私の、まあ、話聞いて、いらなんか悲しい思いさせたらごめんなさい。だからここで、ここから楽しくいきましょう。だからまず最初歌いたいのは、チベットのラップソン。ラップソンを歌いたいと思います。このラップソンは、名前は日本語で言うと、生涯の伴侶という歌。説明、簡単に歌詞を説明すると、私の大好きな恋人。あなたはロータスのように美しいで、私はかっこいい男、うん、あなたはロータスで、私はこのロータスの上に乗ってくる蜂である、あなたは私の伴侶、生涯の伴侶である、という歌を聴いてください。Oh,
生涯の伴侶でした。次歌いたいのは草原の花という歌があります。この歌もチベット人誰でも知っている母国の歌なんです。この歌を聴いていただきたい、いただきたいなと思います。歌詞の説明を簡単にすると、チベットは草原の花、山雪がいっぱいあって、鳥もいっぱいいて、これが私の母国という方なんです。では草原の花を聞いてください。カムカシェミキショーパパンキメトレスウェットサンズというチベットの三味線みたいです。これは弦楽器で、これは普通のバドミントンの弦です。バドミントンの弦で、この皮は羊の皮。チベットではヘビの皮も使っている楽器もあります。これダミーでした。次はまだもうゆっくり歌を歌いたいなと思いました。
せたけどまだそんなあらちゃんの曲は落ち着きせたけどまだそんな嵐花を何目と止めるね時間ということで、この映画祭で、一緒に、上映したカンタキボールの広田夏子監督をお呼びしたいと思います。広田さん、どうもどうも。あ、パブいたら。はい。広田さん、僕はカンタキボールなんかすごく自由で、最初の作品だと思うんですけれども、なんていうのかな。羨ましかったですっていうのが、僕は今50代後半になって何本も映画を作ったりとかしてきてくると、映画ってこうやって作んなきゃいけないんじゃないかなと思っちゃうんですよね。でもすごく自由に彼らの思いをちゃんと受け止めて、で自分の中でそれをどう伝えるかっていう作り方をしていて、僕はすごく大好きなんですけど、広瀬さんは、僕はそういう感想でした。広瀬さんは今日ウォローご覧になってくださってましたよね。どうでしたか？ずっと涙で見てましたけれども、本当に作った方のお人柄がこうオロに反射して伝わってくるような感じでしたね。ただその今上映活動、はい、日本全国で結構カンタキボールはいろんなところで上映してますよね。
で上映して届けることによってなんかまた自分に跳ね返ってくることって本当に学びがたくさんあります。私たちはあの映画に関して全く素人で始めていまして、上映に関して配給に関しても全く手探りで始めたものですから、あの自主上映をしてくださる方、今回も企画してくださった方とかからこう学ん で次にそれを生かしていくとか、あとはあの持続可能な暮らしを各地でされている方がやっぱり開催してくださる方が多くて、カンタティモールでは平和とは暮らしっていうことをあの言い切ってくださる神父がいるんですけれども、その暮らしそのもので平和を表現している方々に各地で出会っていくと、うん、人生の先輩というか、うん、希望を持てる思いでいますね、うん、あとはやっぱり映画の中で、あのティモールの人たちに対するこう思いっていうのが溢れてますけれども、一方で自分の生まれた大地を豊かにしなさいっていうメッセージをもらいますよね。でその後なんか実践なさったり帰ってきて、で日本の中でこの国の中でやっぱりそういう持続可能なあの土地にしていかなきゃいけないっていう、なんかそういうことにつながってきてるっていうのが素晴らしいなと思うんですけども。そうですね、その私もティモールの旅を終えてティモールの長老たちに自分が飲んでいる水の山を確認して、その山に感謝するところから始めなさい、で見よう見まねで田んぼを始めてみたりとか、そういう暮らしをなるべくあの地域内で取れたものを食べるだとか、新品のものをなるべく買わないとか、メガバンクにお金を預けないとか、そういうことを自分でできるだけやり始めたんですけれども、あの本当にティモールやチベットには氷山の一角で、世界各地で先住民がなぜか守ろうとしている聖地っていうのは地下資源が豊かで、チベットも本当に、ね、あの地下資源、鉄鉱石、金や銅や石油、ガス、でそれはもちろん私たち日本商社が日本にもどんどん入れていて、中国政府が悪いっていうのは私たちはとても言えない。世界中 のちょっと楽な暮らしをしよう、その陰で何か血が流されていても涙が流されていても、まあちょっと目をつぶってあの今の暮らしが長引くようにっていう、あの私たちの選択一つ一つがこういった痛みをこういう人たちに強いていて、でも今ようやく新しい暮らしを作ろうって、何かおかしい、何かこう新しい世界が作れるはずっていう力が各地でこう芽が出るように生まれてきてるような気がして、でそれはあの私たちの山を思い出すことでもあるし、あの水に感謝することでもあるし、先住民族的な縄文から続いている暮らしを取り戻していくこと、でその先にチベットの人たちとも本当の友達になれる、ティモールの人たちとも本当に友達になれるということだと思うんですね。これはとても大きなチャレンジで、一世代二世代ではできないことかもしれないんですけど、でも喜びに満ちたことじゃないかなと思います。あのこの新しく生まれたね上田平和映画祭もうスタッフの方結構若いお母ちゃんが多いんですよね。でそういう人たちが一番なんか敏感にそういうことを感じ取ってるなって、はい、そうですね、うん、特に 3.11 以降も守るべきものは何かっていうのは本当にもうシンプルで、うん、もう命の物差ししかいらない、他の景気がどう、経済的がどうとか、国際競争力がどうとか、そんな物差しではもう測れない、もう命が大事なんだっていうところに立ち返ってる女性に本当に多く会うんですね、うん、力強く会います、うんうんね、だから多分新しく始まって来年再来年ってこの映画祭が続いていると思うんですけれども、なんか1回目に上映してもらったのがすごく嬉しい、う、ねねうん、じゃ あの、そろそろ本当に終わりのこの映画祭の締めの時間になってしまって、僕はなんか司会みたいなことやってますが、実行委員長の直井康彦さん、どうもお疲れ様でした。大雪で大変だったと思いますが、いやいや街中近くもあってね。いやいやいや、あの僕に拍手をいただくなんてあれなんです、あの僕じゃなくて今日来れなかった方もたくさん協力してくださってるし、
上田のそのいろんな方が本当に協力してくださって、すごい短い期間でこれ始まって、ほとんど僕何もしてないんですね。なんで皆さんに、そして来てくださった方に拍手をしていただけたらと思います。本当にありがとうございます。そしてありがとうございます。私がちょっと今日大島さんの話や夏子の話やゆぬさんのね演奏を聴いてて思ったのは、やっぱり純粋に単純に自分の子供を愛して、その先の未来を考えていけばもう答えは出てるんだなっていうのはやっぱり今日また確信したし、だから純粋に孫がいるなら孫を愛す、その愛すっていうことの先に何があるかっていうのをずっとずっと考えていけば、もう僕らがやることってもう決まってるんだろうなっていう、もうそれをやっぱり今日確信させていただきましたし、その中にやっぱり平和もあるし全てがあるんだなっていうのを気づかされました。だから平和ってね、戦後敗戦後すぐの時はやっぱり平和平和っていう時代だったんですけれども、それにすごく手役がついて、みんながそれを使い古しちゃったのね、なんかどっかにやっちゃったのね。それをもう一度なんか新しい平和ってこうなんだよって、さっき広田監督が言ってたけど、平和は暮らしっていう、そういうところにやっぱり帰っていって、新しい平和の意味みたいな、そうですね、もうちょっとみんなが気軽に平和って言えるような、そうですね、そういう風になるといいですね。そうですね、平和ってなんかすごく大文字のさ、平和っていうことになってるから、そう思いました。なんか来月がちょうど上田で市長選、市議選がありますので、本当に神田ティモールって恥ずかしいなと思ったのが、独立の是非を問う国民投票ですね、あれに 98.6% の人たちが土の中に投票権を埋めて5時間も歩いていく人がいる、なのに都知事選は 40% いかなかった、 40% 台だった、 40% 台でしたっけ、でそのちょっと前にあった岐阜市の市長選は 38%、 そうですね、だからもうそれを恥ずかしいと思わないといけないと思うんですよね。なのでやっぱり選挙に行ってもっと政治と関わって、全然大げさなことはないと思うんですよ、そこにやっぱり平和もあると思いますし、そういうことだとやっぱり思いました、はい、はい、また僕が司会みたいなことやっちゃいますけど、原因天神さん、それから小向井定さん、もう一度ご登場ください。はい、どうもありがとうございました。実はこの2人はさっきこういう演奏を2人でやろうって決めたばっかりなんですね。ぜひぜひ、はい、いいですか時間、はい、はい、最後はノリノリ、あ、いいね、行くぞ、お知らせさん、皆さんも立って、はい、踊ってもいいですよ、ちょっと楽譜踊りますか、1 2 1 2 3 4。
皆さん、ゲジュさん、大島さん、夏子、小向井さん、どうもありがとうございました。そしてこの映画祭に関わってくださった皆さんと今日来てくださった皆さん、本当にありがとうございました。ぜひもう恥ずかしがらずにみんなで手をつないで、そして明るい未来を作っていかれたらと思います。本当にありがとうございました。